皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日はやり直し算数小5、小数×小数の計算を復習してみたいと思います。このやり直し算数というのは、すでに学習した内容について大切な部分に焦点を当てて説明した動画です。小数同士の掛け算も整数の掛け算と同じように計算していきます。では、実際にやってみましょう。まず例のところに 2.4×2.8 という式があります。これもまず8と4、次に8と2というふうに順番にかけていきます。8、4、32、8、2、16、19ですね。2、4が8、2、2が4と、このようになります。で、計算する、合計すると271繰り上がって6と、さあ672と、ここのどの部分に小数点をつければいいかという場合、この掛け算の上の2つの数ですね、この数を見て小数点より下の数はいくつあるか数えてみてください。そうすると 2.4、 小数点以外に4が1個、下の段が 2.8、小数点以下が、8だけですね。つまり1個2個ありました。こういう場合は答えのところのここのところに同じ丸をつけてみると、上が2個なので下が2個ですね。でこのつけた前の部分、ここに小数点がつきますと、答えは 6.72、ね、このようになります。こちらも同じです。こちらですね、やってみましょう。 1×4 と、ね、陰2が2と、陰7が7と、3、4、12、3、2が6、1繰り上がってね、7ですね。3、7、21、はい、足し算すると4、4、4、1上がって2、2と、はい、ここには小数点より下の数が1個、2個、ここには小数点より下の数が1つあります。そうすると小数点より下の数が合わせて1、2、3となるので、小数点の位置はここから数えて1、2、3、ここについて 22.444 というのが答えになります。では実際にこの4台やってみたいと思います。 6.4×3.5 です。5、4、20、5、6、30で32ですね。3、4、12、3、6、18、1繰り上がっているのが19、足し算します。0、4、2、1繰り上がって2。さあここですね、小数点より下の数が1個2個ですので、1個2個、この4の前に小数点がついて 22.4、 一番後ろの0は消しておきます。はい、ここです。4、3、12、4、4、16で17、2、3が6、2、4が8、7、3、21、7、4、28で30となりますね。足し算します。足し算すると見えますかね、2、3、ここ1繰り上がって1、1繰り上がって1、3、そうすると、小数点、1、こっちが小数点の下の数が1個、2個すると下から1、2、3つ目ここに小数点がつきます。わかりましたか。では3番ですね。6、3、18、6、1が6で7と、8、3、24、8、1が8、10と、足し算をします。8、1、1繰り上がったので1、1、小数点より下の数がいくつあるかというと
2個ですから、下から12.18 というのが答えになります。ちょっと今日ね、外道路工事してるんでうるさいんですけど、ちょっと我慢してくださいね。西が8、2人が4、2号10と、4、16、4人が8、9ですね。4、5、20とこうなります。はい、足し算します。8、0、1組み合わったので0、1組み合わって2で2と、小数点より下は1個、2個、ここに1個合わせて1、2、3個ですので、下から1、2、3と 22.008 ね、こんな風になります。ね、この掛け算をしているこの部分で小数点より下に、ね、数字がいくつ来ているかっていうのを数えると、答える部分の小数点どこにつけたらいいかっていうのが分かるんですね。お分かりいただいたでしょうか。今日も見ていただいてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さよなら。